ヤマホイさんでございます。ヤマホイ27歳でございます。よろしくお願いします。ヤマホイ27歳さんと菊池嘘つかないが解説をしながら、うん、ポコさんが作品を見せるとんでもない番組で嘘みたいな ね変な番組ですね。そう考えるとね、はい、いや、楽しんでいただけてればね、嬉しいんですけどね。ありがとうございます。はい、さあそれでは、各部門の決勝を続いて行いたいと思います。各部門の、チャンピオンを決め、そして今回ポコワンがどちらになるのかのチャンピオン同士の戦いと、あと3つの戦いございますのでね、もう少しお付き合いいただけたらと思います。ついになのでギャグ部門の決勝、はい、これちょっと3回目が先ほど12勝あたりまでは ねそうですよ、行く感じでございました。だいぶ減っていましたが、はい、あの言ってるあの人も一体何なのかとか ね考えつつ、ちょっと3回目なので、はい、どういったところまで見れるのか行きたいと思います。ギャグ部門決勝、まずはゆけ金です。どうぞ。出発前に一言ここまで本当に苦しい戦いだった。口の中では1000億いたヤクルト金が胃を過ぎた時には5億になり12勝。今回の11勝は厳しかった。5億いた仲間がなんと200だ。4800億、4900、もうものすごい減った。果たして今回大腸までたどり着けるか。やばいっすね。私か。私は谷隼人だ。あれ谷隼人さんなんだ。会長だったん。あ、谷隼人だったんだ。風雲竹市場からやってきた谷隼人だ。谷隼人さんなんだ。ここで解明、ね、まだまだ12市長の次、よく知らない臓器が続く。何個かある。そして小腸大腸だ。そこまでたった200の仲間で行くぞ。全ては人々の健康のため、行けヤクルト菌200の仲間たち。いやー、すごい。谷隼人隊長でしたか。すごいですね。ね、ここまで来るとでもね、乳酸菌飲料に書いてある生きて腸まで届くという言葉の重みがね、はい、本当ですね。こんなにもなんか当然届くんだろうと思ってましたけど、あれ見るとあんなにもね、じゃあほぼ届いてなかったんです ねほとんどがほぼ12市長とかでなくなってるんですね。そうなんですね。あと結構ちょいちょい多分休み入れてからで出発って言ってるんですよね。野営はやってるやってますね、あれね。かなりそこそこ休憩してからの、ね、すごい休憩して出発前にっていうことでいちいちね。そうですね。それまでね、乳酸菌たちは誰か分からず、あのタイミングで谷隼人って言われる、口の段階でもうあれ言っといていい気がするんですけどね。途中途中でやっぱ休んでるんですよね。谷隼人さんはお門違いなんじゃないかなと、ね、休んじゃってるから、うん、なんか吸収されてるのかなくなってるのかというかね、そういう根本的なね、おちょこちょいさんも見ましたが、ね、もうちょっとスピード感があったら届くの早い気もしないでもないですけど ね、 ね、はい、いやでもよかった、3回目まで見たからこそ谷隼人さんの正体も分かったんでね、はい、これはすごいです。胸の使いが取れましたね。取れましたね。よかったです。よかったです、はい、さあそしてこちら対するこちらもどんなまた人間が出てくるのかという ねこれはどうなるんだ、はい、楽しみでございます、はい、またタイプの違う人が出てくるのか見てみましょう。対するは人間です。どうぞ。ちょっと前ごめんなさいよ。ちょっとごめんなさいよ。ちょっとごめんなさい、くぐらしてもらいますよ。ちょっとごめんなさい、くぐらしてもらいますよ。ちょっとごめんなさい、くぐらしてもらいますよ。ご覧いただいているのはおしっこくぐり王。こんないとこがいたら、いても自慢したくない、新潟県のよしくん53歳です。何言ってんですかね。おしっこくぐり王53歳、なかなかのまだ現役の年齢で、やばい人でしたね。いやすごいですね。すごいですね。ここに来てあんなに目の前に人いたらまずおしっこ出ないですけどね、うん、こっち、ね、出す側も出す側が一番やばいですよ、ね、やばいですよね。
出す側も結構着物を座ったやつというか、おしっこをくぐらせようは相当なやつですよ、ね、あれ。さあ、それでは、ギャグ部門のチャンピオンにふさわしいと思った方に投票お願いします。どうぞ。黄昏流星群見てるみたいな気持ちですよ、ちょっと ね, ねえ、ちょっとだから正直これ、うん、勝ち上がりますと最後のポコワンを決める戦いに4回目が見れるので。あ、はい、そうか、これはもう湯気金の方は結構なとこまで行ってますん で, ですよ。次見たいですし、うこうなってくると全くまた違う4人目のどんなやつかっていうのもね、結構なランクの基人が出てきますよ ね, ね、出てきますよね。クグリオよりもさらにが出てくると思うと、うん、ね、どちらも期待はしちゃいますが、これはそうですね、はい。まあ、そしてですね、このラウンド2ということで今回やってるんですけど、はい、年間通して8回これやっておりまして、はいはいはい、8チャンピオンが決まるんですよ、はい。その8チャンピオンを従えてのグランドチャンピオン大会というのが必ず年間のシーズンで最後に行われるので、これはすごいですね。ここで勝ってチャンピオンになるかならないかで、はい、そのグランドチャンピオン大会出れるか出れないかになってくるので、そうか、はい、そこの、ね、先まで考えて投票する方ももしかしたらいらっしゃるのかなと思いますね。これはね、はい、参りましょう。ギャグ部門のチャンピオンどちらになったのか、結果どうでしょう。5、4、3、2、1、どっち。ああ、ゆけきんですね。62.5、ゆけきんがギャグ部門のチャンピオンということになりました。うん、まあ、ちょっとやっぱり物語性が強かったんですかね。そうですね。金が強いということで。はい、ね、本当ですね。谷隼人さんまでね、客演で。客演で、もう一度だから見れるというね、ことになりますね。そうですね。はい、ありがとうございました。はい。